はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。ビサージの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、マネキンの、下、口の下の部分というんですかね、をはめて、でその近くにあったタンスの中に引きずり込まれて、またおかしな世界というかおかしな部屋に来て、でちょっと大胆ポーズの自己主張の激しいやつに会ったりとか、でここに来て、これですね、多分これに落ちて、前回はここの穴に落ちて、で落ちた先の上下左右なんかデタラメになったような部屋で、あの手の爪の長いのにやられたっていうところですね。とりあえずタンス調べて落ちないように。本当に怖いですね。続きをやるのをためらうぐらい怖い。ここ最近やったホラーゲームの中で一番怖いかもしれないですね。どれだったかな、どれ、これかな、これを調べたら出てきたんで、マトリョシカ。ちゃんと音チェックして、これは大丈夫かな。大丈夫？やばい、本当に怖い。あれ、これいるんじゃない？これ開けないでおこう。あー怖い。あ、これも怪しいな。これもちょっといじらないで。
この中どっちかにいるような気がする。これ多分冗談抜きで死人が出るんじゃないかっていう気がするんですよね。ああ、これにもいるかな。怪しいのもういじらない。これも怪しいな。もう全部怪しく見えてきた。よし、じゃあ下に降りるしかないのかな。下に降りて、でこれですね、この影。こういう風に影ができるってことは、こっち側に多分いるっていうことだと思う。あ、目玉、あ、インタラクト。ああ、そういうことか。あれ、待って、カメラ。あれ、カメラどこやった？よし。どうなってる？なんか、インタラクト。なんか引っ張り出したけど、これだけかな。あー、怖い。影がなくなってる。この先は行ってないんですよね。
いる、いる。待って待って、逃げ場がない。近い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 。いやー、前に進めないよこれ。行くしかない。あ、いる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 。ほらほら、来てる来てる。いなくなった。時間は3時37分は変わってない。来てる？大丈夫か？あー、ダメだ、本当に怖い。またタンスがあるけど、開けていいものなのか。パッと見何にもないけど、とりあえず開けて。来てる来てる来てる。ああ、どうなってるこれ。行き止まりだ。ああ、ほんとやだ。すぐそこにいるんですよね。いやー、これ以上進むのはちょっと。あ、閉めようか。怖い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 。多分すぐそこに
いるんじゃないかな。あ、いなくなった。あー、ハンザーフル。じゃあライターしまって、これで OK。 こいつを溶かして、あ、これでこの部屋に飛ばされたスタート地点とつながったんですね。はあ、え、あと行ってない場所を、大胆ポーズの方に、あ、さっき引っこ抜いたのはあの、あれかな、そこの部屋なんかカンヌキみたいなのが、あ、ろうそく消えてる。後ろ振り向くのすごい怖い。これで、あ、いける。ああ、ここだ。この穴から引っこ抜いて、奥にはいけない。お、オートセービング。暗いな。待って、こっちの部屋は、暗いな。あまりにも暗すぎて、本当にあのポケモンフラッシュというか、これ以上なんか行く前にちょっともう少し違う部屋を探索して、気のせいか。いやいや、暗すぎるよ本当に。またタンスがある。
待って待って待って。どうなってるこれ。どうなってる、ちょっと待って。暗い暗い、暗すぎ。ああ。あ、いる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 。やばい。これやばい。ああ。ささっと奥の炭素を調べて、これ炭素調べるといけないのかな、もしかして。何もない。よしで、こっからラスティーキー。右の扉は、ドアはラスティーキーが必要。左から行ってみよう。あれ、ちょっこれかな？あ、ラスティーキーゲット。待って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 、来てる来てる来てる。やばい、そこにいる。ああ。どっからですか？まいったな。よし、行こう。こっち行って。
で、左の通路から行って、ラスティーキーを取って、ここにラスティーキーがあるんで、ゲットして、で、このままちょっと奥行ってみよう。いけない。やつが出てくる前に、よし。で、ここですけどね、こっち側も行ってみましょう。行きたくねえ。穴開いてるな、床に。うわっ、うわ、なんだ、人がいっぱいいる。よし、じゃあここでラスティーキーを使って橋みたいに、あ、いててて、お、オートセーブ。ここも開かない。ここ開いてる。あ！これ近づいても大丈夫かな？襲ってきたりはしなさそうですけどね。はい。はい。今回はこの辺で終了にしたいと思います。これ以上やったらまた僕が多分持たないですね。はい。で、ご視聴ありがとうございました。